こんにちは、ムカチャンネルです。キツネ面からのパンダちゃん、これ見覚えありますよね。このパンダ、引っ越しの境です。ついにこの家ともおさらばになってしまいました。何年住んだかな、3年半ぐらいですね。本当に思い入れのある、家で、ここがね、まあ一つの部屋でソフビと撮影部屋になるんですけども、県が変わって違うところに行きます。名古屋の前は私は、富山にいて、その前は関西にいたんですね。このようにちょっと点々としてるんですけども、転勤族には必ずある、もう転勤というものがもうやっぱりこの 3,4 年でね来るんですよ。だからね、もう引っ越しがね、もうめちゃめちゃ大変で、このソフビをね、ソフビ、これね、このソフビをもうね、しまっていかなきゃいけないっていうのがもう本当に非常に、大変で、なので今からもう需要全然ないんですけども、私がひたすら段ボールにソフビを梱包して直していくという回になります。ルームツアーとかじゃないからね、何需要があるかわかんないんですけども、引っ越しの酒井さんの段ボールの中にソフビを梱包して入れていくというコーナーになります。で、まだ全然アップしてない動画が、まだ結構5本ぐらいあって、なのでこの動画がね、公開されている時はもう私は無事に引っ越しも完了して、まあ、新しい職場についてね、勤務して落ち着いているこの具合になってると思います。だからこれ私多分自分で編集しながら、うわ懐かしいなこれみたいな感じでね、公開すると思うんですけども、あっと思ったのが、いろいろこう抽選販売とか申し込んだものでね、当たったソフビとかぬいぐるみとかがあって、ちょっとそれ早くね届いてほしいんですよ。もう数日でね出ていかなきゃいけないので、もう本当にね紛失したくないですし。でね、あとね、ちょっと待ってね、よいしょよいしょ、めっちゃカメラの前ごめんなさい。この作るアイアンマン、もうここまでね完成して、ちゃんと足は足でもうパーツあって、もうあとほとんどつなげるだけみたいな感じなんですよ。全100巻完成で、今でね95か4か、まあ、6かな、それぐらいまあ言ってるんですよ。もうあとちょっとなんですけどね、引っ越しっていう、ずっとね買ってるリアル書店があって、もうそこでね本当は全部揃えたかったんですよ。そこ店員さんおばあちゃん一人でねされてるんですけどもね、その方もね完成したらね見せてねっていう風にね言ってたので、もう本当に見せたくて、でも完成したらちょっと持っていくのは重いんですけど、写真とかねもう送れたらもう本当にグッてこうなりましたっていうのをねお伝えしたいなと思うんですよ。本当によくしてくださって、なんて言うんだろうな、すごいね信頼をねしていただいてて、これ本当はダメなのか分かんないんですけど、私がその本屋さんに行って、まあ、店員のねおばあちゃんがちょっと用事があったんでしょうね、コンビニに行きたいってなったら、ちょっとごめんお兄ちゃん5分間ちょっとここ見といてって言って、本屋のお店に私だけ置いて5分ぐらい買い物しに外行っちゃうっていうようなね、自由でもあるんですけど、けどそんだけね、まあ、信頼してもらえている、非常にねもう嬉しくて、なんかすごいねもう自分のおばあちゃんみたいな、もうそんな感じでね、あったかいんですよ。もうこれがリアル書店のいいところですよね。もう本当にあったかくて、もういろんな話ね行くたんびにして、そのね本屋さんとね、もう行けなくなるのももう非常に悲しいですし、もちろん今の職場すっごい大好きなんで、そこね離れるのもまあ嫌ですし、悲しいですし、名古屋ね住みやすかったですね。台湾ラーメンとかねめちゃめちゃ美味しくて、まあ、そういうね、まあ、ところがもうこれは本当仕方がないんですよ。富山は富山の時と同じ気持ちがあったんですよ。富山の刺身めっちゃうまいとか、自然豊かとか、空気めっちゃ美味しいやんとかね、あのお店素晴らしいなとか、店員さん素晴らしいなとか、やっぱあったんですよね。まあもうこれはもう転勤族のもう決まりですね。じゃあ早速ね、もうほぼ無言で、ソフビを段ボールにしまっていきます。ムカチャンネル